アルマップ千代田の編集長をしております山森彩香です。今回はすごい夏らしい表紙になっていて、この前千代田区の千鳥ヶ淵で納涼の夕べっていう灯籠に願い事を書いて、でそれをこう流してこうプカプカ浮かんでるっていう、もう夜でそれがパーって光ってなんかすごい綺麗なんですけれども、そこに行った方が写真を撮ってくださって、でツイッターで表紙を募集しているんですけれども、いろいろある中でそれを選ばせていただきました。もう見たら思わず手に取りたくなっちゃう冊子になったんじゃないかなっていうふうに思います。今回の特集は神保町を舞台にした日産アベレージというラジオドラマがあるんですけれども、そちらの脚本を書かれている北坂松佐人さんに取材をさせていただきました。私もラジオドラマってどうやって書いてるのかって全くイメージができなくて、もう素人っぽい質問から始まったんですけれども、印象に残っていたのは、一個の情報があるとしたらそれをこう情感に変えるっていう言葉でおっしゃってて、でそこを一個のものに感情をこう入れるとそれが人に伝わりやすくなるっていうのを聞いて、あーなるほどなっていうふうに思ったのが印象的でした。北坂さんが日産アベレージとまた別にサウンドライブラリーっていう朗読のラジオドラマを担当されてるんですけれども、その朗読されてる方が木村多江さんで、なんと木村多江さんも千代田区にずっと長年通われてたっていうことで、ちょっと北坂さんのページの最後ですね、特別にコメントをいただけたので、その辺も私もすごいちょっとドキドキして、普通にファンとして嬉しいっていう感じだったので、今回一個の作品みたいな感じの冊子に出来上がったのかなっていうふうに思います。今回学生ページは神田の台湾ラーメンのお店でミセンさんっていうお店があるんですけれども、そこをもう学生たち自分たちでこう取材に行って写真も撮ってっていう風にページが出来上がりました。で台湾ラーメンのミセンさんって名古屋にいっぱい店舗があるんですけれど、東京には2店舗しかなくって、でいろいろ味も店舗によって変えてるらしいです。でそういうお話とか、あといっぱい特典が今回つけていただいたので、それもゲットしに冊子を取っていただけたらと思います。江戸のページ毎回結構ファンというか楽しみにしてくださる方がいっぱいいて、今回隅田川を舞台にこういろいろ歴史のお話が書いてあるんですけれども、ちょうど今回のこの灯籠流しの表紙とかとリンクするような内容になっているので、その辺もとまたまたまなんですけれども、今回も楽しみにしていただけたらと思います。今回千代田町づくりサポートさんの助成金を、今回から1年間ですね、多分5冊くらい発行するんですけれども、こちらを受けて発行させていただくことになりました。でいろいろ審査会とかあったんですけれども、審査員の方々も町づくりに関わる方々で、いろいろ質問されながら、すごいここ応援のコメントもたくさんいただいて、すごい励まされながら、また今回からもこう作っていこうっていうのをすごく感じてますますこうエネルギーにあふれる冊子になるんじゃないかなと期待してください。アルマップ18号目、8月の下旬くらいに皆さんの手元に届けられるように、東京メトロの駅だったり観光協会さんに置かせていただきますので、楽しみにお待ちください。